暗闇に、ベルガナルは、1974年制作のカナダのサスペンススリラー映画。アメリカ合衆国やカナダでは、非常に有名な都市伝説、ベビーシッターと2階の男がモチーフとなっている。とある女子学生寮でクリスマスパーティーが行われていたが、その最中に奇妙な電話がかかってくる。これが、惨劇の幕開けとなった。パーティーを駐座して、 部屋に戻ったクレアが部屋に潜んでいた何者かに殺されてしまう。一方、ジェスは交際していた音大生、ピーターの子供を見ごもったことを知り、中絶することをピーターに告げるが、彼はそれに猛反対し、捨てゼリフを残して去っていった。その後、事件を捜査するフラー警部に協力して不審な電話に応対することになったジェスは、その声に立然とした。 さらに逆探知の結果、その電話は、なんと寮の中からかかってきていた。その頃、寮の2階の部屋では、学生が、次々と何者かに殺されていた。左上から時計回りに、オリビア発生、キアデュリア、ジョン・サクソン、マーゴット・キダは2006年、オリジナル版の監督ボブ・クラークが、制作葬式を務め、グレン・モーガンが監督したリメイク版が制作された。放題は、 ファイナルデッドコール暗闇にベルが鳴る。2019年2度目のリメイクが公開。ブラッククリスマス。ありがとうございます。